こんにちは、かまごろうです。今回はこちら、バタフライのグレイザーを使用してみた感想第3弾ということでお送りさせていただきます。基本情報、2023年4月発売、バタフライコード38度となっております。リグニクスよりも2度柔らかいです。最近卓球の仲間ですごい上手な方と知り合ったんですけれども、その方がフォア面にグレイザーを使っていたんですけど、ものすごく球筋の鋭いドライブを打っていたんですね。そこで改めて、グレイザーってこんな球打てるんだってことで、自分にも打てないかなって興味を持って改めてレビューしてみたわけです。もう3回目のレビューになります。以前の動画ではディグニクス 09C の3回目のレビューなんかも出してますけれども、はい。で、最近、ちょっと調子が今までよりは良くなってきたということで、またですね、以前のレビューでは、ちょっと言うのもちょっと申し訳ないんですけれども、あまりこのグレイザーに関してポジティブなことをやっぱ言えなかったんで、申し訳ない気持ちがありました。はい。なので、よりね、いいとこ見つけられるといいなということで、またレビューしてみたいという意図もありましたね。ということで進めていきますけど、シューラケットはインナーフォースレイヤー、じゃなくてインナーフォース ALC でレビューしてみました。ビグニックスやテナジーとの違い、またフォア、バック、どちらでも使ってみてどうなのかみたいなことで、いろいろ改めてレビューしてみたという感じです。結論から言うと、ディグニクスとテナジーの間みたいなラバーってことになるのかな。で、どちらかといえばディグニクス寄りなのかなみたいな。で、ただディグニクスが使いにくいから、ちょっと使えないからってことでグレイザーを使うというよりは、グレイザー自体が好きな人が使った方がいいと思いました。で、グレイザー自体は擦っても当ててもどちらでもいけるが、どちらかといえば当て気味で打球することでテナジーよりもスピードが出て、より攻撃的に戦えるラバーだと思ったっていう感じです。ということで詳しく見ていきます。まずフォアで打ってみました。フォア打ちすると適度な弾みでした。思ったよりも控えめな弾みでして、ディグニクスよりはおとなしそうなんですけれども、ただテナジーよりは弾んでいるかなっていう印象でした。で、打球感はテナジーと比べると硬く感じるが、ディグニクスと比べると柔らかいかなと、まさに表示通りの硬さかなと思いました。球離れなんかも同様で、ディグニクス058064よりは球を持つ感じがありますが、テナジーのようにボールを完全に包み込む可能と錯覚するような感覚はなくて、2つの完全な間というよりは、ややディグニクスよりな速い球離れの性質は感じたというところはあります。はい。だから、性質は違うけれども、ディグニクス 09C ぐらいの球離れかなとも思いました。続いて、ドライブを打ってみました。ディグニクスと比べると、突出したスピードや回転量が出てるって感じはそこまではないですけれども、安定してボールを決めることができました。で、こすってドライブすると回転重視のボールになり、で、また当て気味で打つとスピードが出るような性質っていうのを感じました。特にスピード面においては、テナジーよりも少し優れてるんじゃないかなというふうに思いました。で、ディグニクスに似た、やや似た性質を感じる。つまり速い打点でボールの上を打球できれば良い音がして、爽快にボールが打てるっていう印象です。で、下がってドライブしても質の良い球、テナジーと比べても遜色のないボールが打てているというふうに感じました。また打点を落としたところからドライブすると、しっかりとしたグリップ力と、やはりテナジー以上の弾みがあるということを改めて実感できたかなというところがありました。以前のレビューの時も申し上げたんですけど、グレイザーはしっかりとインパクトできた時にはすごくいい音がするし、またボールをなんかこう持ってるって感じを初めて感じることができる。で、それはね、結構いいなと思いましたね。で、続いて、対下回転のドライブを打ってみました。で、この場合は、当て気味に打つとスピードも出るし、そしてなぜか安定するなと思いました。まるで粘着ラバーみたいな、その当て打ちのやりやすさ、扱っているドライブ打ちのやりやすさみたいなのがあるなと思いましたね。これは非常に不思議なラバーだと思いました。この点に関しては。はい。しかもこの点に関してはテナジーよりもやりやすいなと思いましたね。はい。一方ですね、ループというよりも、ややスピードを出したいような、擦って持ち上げるような打法っていうのは、ややりにくいかなというふうに感じました。弾道が、私が見た感じはちょっと直線的で、ネットにかかりやすいなという印象を受けました。なので、ループドライブだったらいいかなと。ループならループということで、思いっきりこう持ち上げた方がいいし、それだと問題なく安定して入ってくれるなっていう感じでした。なので、その、ディグニクスだったら、威力重視で相手にプレッシャーをかけていこうっていう。で、テナジー使うんだったら、安定して高回転のドライブを強めでもいいし、弱めでもいいし、入れていくっていうような。アイデア、方向性っていうのが考えられるんですけれども、その点で、ね、このグレイザーはね、そこに関してはちょっとどっちつかずなんですよね。これで何しようかなみたいなところはちょっと正直感じないでもないなというところあります。それでもですね、弾みすぎないので、オール形式でも安定してボールが収まる感じっていうのはあったし、よかった、その点は良かったなと思いました。テナジーに近い安定感っていうのもありながらも、やや前で戦いたい人に向いているんじゃないかなというふうに思ったというところがあります。
ここまで使ってみた感じはまず以上ですね。で続いてこうバックで打ってみたんですけれども、打っていて気持ちが良くて弾みもちょうど良かったです。で打球感は、さっきも言ってる感じなんですけど、テナジーとディグニック 09C の間ぐらいの感じで、硬いながらもやや球を持ってくれる感じがあるなっていうところでした。で続いてこうバックドライブを打ってみたんですけれども、するとですね、スピードのあるバックドライブのボールが簡単に繰り出せて良かったです。でラバー自体はややハードな部類ですので、やっぱそのインパクトのタイミングを間違えてしまうと、力が伝わりにくくなるようなことってのはやっぱりあるんですけど、しっかり打てた時ってのはいい球打てますね。はい。で続いて対下回転のドライブを打ってみました。すると、こう非常にですね、ボールをグリップしやすく、かなりやりやすく打てました。フォアの時も思ったんですけど、ループドライブの場合、ループをやるんだって決めて、その回転重視の山なりのボールっていうのを打つのはかなりやりやすいと思いました。ただそこで、スピードも出したいからってことで、面を被せて、強打していく打ち方だとね、結構コートに入れるの逆に簡単じゃないなっていう感じがして、そこでむしろ慣れが必要かなというふうに思いました。ただ、しっかりとインパクトができれば、強烈なボールが打てるってことはまあ分かったというところがありますね。ここの辺、この点はテナジーよりもスピードが出ていると感じました。またですね、面を立てて、プッシュしても同じようにスピードのあるボールが打てましたので、この点はテナジーと同じような感覚で使えたっていうのは非常に良かったと思います。はい。というわけで、まとめると、グレイザーは言葉だけで言えば、ディグニクスを少しマイルドにしたようなラバーで、ディグニクスよりも少し球持ちがあって、弾みも少しだけ抑えてあるようなラバーだと思います。で、どんなユーザーに向いているかというと、前陣や中陣で攻撃的な卓球がしたいんだけど、ディグニクスはまだ難しいと思う人が、将来的にディグニクスを使用することを視野に入れて、グレイザーから始めて、速い打点で水平に振っていくような卓球を目指す人に向いているのかなというふうに思ったというところがあります。性質自体はやっぱディグニクスに似ているのかなというふうには思います。はい。で、そして私がこのラバーを使うかってことを考えると、どちらかといえばバック向けになるのかなと思いました。下回転の持ち上げはやりやすいし、スピードもあると。で、速い打点でポンポン打っていける性質っていうのは、まさにディグニクスそのものみたいなところもあるので、やっぱりバックで使う方が良さが出るかな、自分にとってはそういうふうに思いました。ただ、しかしですね、グレイザーは決して簡単に使える硬さではないとも思います。テナジーよりも硬いんですね。だからもしそんな硬いラバーを、貼るという挑戦をするんだったら、ディグニクス貼っちゃえばよく、ディグニクス使えばよくないかっていうのが、やっぱそういう疑問が浮かんでくるというのがあります。はい。ということで、ディグニクスという、なんていうか、こう、ハイエンドラバーが存在しているのに、あえてグレイザーを使うとしたら、それはやっぱりグレイザーが好きだからということになるのかなというふうに思いますね。その点は、テナジーはまだ硬くて使えないから、ロゼナを使っとけばいいよっていうようなアドバイスができないというところにありますね。ロゼナは誰にでもお勧めできるんですけど、グレイザーはやっぱそうはいかないと。はい。では、グレイザーに、価格ではなくて、ラバーとして、オンリーワンな性能があるかなと考えたときには、まあ、これまで私が今この動画の中で話してきたことを振り返っていくと、なんかね、64みたいな性能に似ているのかなと思いますね。まあ、ディグにしろ、テナジーにしろ。まあ、つまり、64っていうのは、スピードがあって、そしてなぜか持ち上げっていうのだけはやりやすくて、そして面を立てても打てるみたいな。なので、ディグニクス64を使いやすくしたようなラバーって、まあ、ちょっと飛躍しすぎかもしれないんですけど、まあ、もしかしたらそんな風にも言えるのかもしれません、という感じですね。ということですね、私なりにグレイザー3回レビューしてみて、まあ、今回、まあ、一番、まあ、いいレビューができたんじゃないかなと思います。それを今回こうしていろいろ喋ってみたわけですけれども、まあ、何かですね、ピンとくるものがあったのなら、ぜひ一度お試しになってはいかがでしょうかと思います。ということで、次回予告といたしましては、同じグレイザーの、グレイザー 09C をレビューしてみた動画第3弾ということでお送りいたしますので、ぜひそちらもご覧いただきたいと思います。というわけで、今回の動画は以上になります。今回の動画は、バタフライのグレイザーを使用してみた感想第3弾ということでお送りいたします。